どうも、エレラリトです。はい、こんにちは、福です。よろしくお願いします。はい、今回もここ新宿ロフトプラスワンさんからお送りしています。はい、さあ、福田さん、今回のテーマは何でしょう。今回ですね、こちらです。はい。はい、レイブですね。レイブ。はい、うん、こちらですね、週刊少年マガジンの方で1999年から2005年まで、うん、全35巻ということで、そうですね。はい、結構ね、長い作品なんですけど、うん、こちらね、町山宏先生、はい、はい、のデビュー作ってことで、うん、デビュー作で、ね、35本続くのなかなかすごいですね、うん、その後フェアリーテイルっていう漫画を書くんですけどね、うん、それが63巻、63巻もやってんの、はい、フェアリーテイルってスーパー大ヒット、うんうん、はい、すごい、はい、まあ、とにかく、うん、そのフェアリーテイルもこのレイブの次の年に始まるんで、もうデビューしてから1999年デビューしてから2017年までもう週刊連載毎年やってるっていう人ですね。今このエデンズゼロ、はい、2018年からエデンズゼロがもう24巻、連載、それも1年空いてないですね。すごいね。え、これもマガジンで？マガジン。もう週刊連載ずっとやってる人ですね。99年からもう。はい。めっちゃ早いらしい。原稿源の。あ、そうなんですか。とにかくね、うん、まあ大ヒット作ということで。そうですね。はい、作品のあらすじですね。はい。舞台はですね、光の聖石レイブと闇の魔石ダークブリングの戦争により、当時世界の10分の1を破壊したと言われるオーバードライブが起こってから50年後の世界。うん、はい、ガラージュ島という島に暮らす少年、うん、主人公のハル・グローリーですね、うん、はい、通称ハルですね、はい、これがですね、老人のシバという男と出会うんですね、うん、はい、そのシバはですね、レイブの使いである初代レイブマスターなんですね。そうですね。レイブが何なのかと言いますとね、うん、まあ、なんか剣にはめるやつですね。いや、まあまあまあ一個だけですけどね、はい、うん、最初のね、はい、うん、まあ、基本的にはまあそれを持ってるとなんかまあまあ剣を操れるみたいなことですよね。レイブはね、基本的には、まあね、基本で最初の方はそんな感じでしたね、はい、なんか、うん、それでそのレイブは、うん、あの世界で一人しかね使えないんですけども、すでにね、はい、うん、そのシバがですね、まあそのレイブを、まあシバがというかレイブがハルを選んだというか、うん、はい、ハルがですね2代目のレイブマスターになるんですね、うん、そこからね、まあダークブリングをそうどん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 ね破壊していくというか、うん、まあそれをしていくうちにね、どんどん自分の親父を探したりだとか、うん、まあ闇の組織と戦ったりだとか、うん、魔界の王たちと戦ったりだとか、うん、もう戦いに次ぐ戦いで世界を救っていくっていう話ですね。そうですね、うん、まあ本当に王道の感じですよね、うん、まあ、王道こうなんつうの、冒険者というかね、うんうん、まあまあまあ、あとレイブは最初の方を読んでたんだけどな、まあ、ちょうどやっぱ僕らも大人になる頃なんでね、途中までしか読んでないんだよな。レイブが全部集まって一つになったらどうなんだっけ。ん、一つになるんだよね、レイブは、うん、一つになったらどうなる、どうなったっ、最後のだから要するにレイブは剣を起動するものってことだよね、うん、そうだね、基本的には、うん、それが分かれちゃってたってことよね、うん、まあこれが便利なんですよね。レイブに触っただけでレイブの知識が全部入ってきちゃったりとか ね、まあ、ね、説明不要なんですよね、うん、使い方がね、はい、全部分かっちゃうんでね、はい、うん、だからそういうスピード感もありますよね。誰も説明しないっていうね。そうね、修行もないですよね、ほとんどね、うんうん、修行はないね、うん、こういうのにありがちな、うんうん、だから、まあ、剣、新しい剣が出てくるっていうぐらいよね、うんうん、かといって別にこの面白いのが、その剣が爆発的に強いってわけでもないんよね。まあ、最後はね、うん、気持ちですからね、大体、うんうん、普通なんですよね、うん、劣化の炎的なことかな。劣化、まあ、うん、劣化の炎ってあれ何だったんだっけ、あれも石みたいなやつでしたっけ、能力。劣化の炎は火です。劣化はね、他の、はい、だから火とか土とかありましたよね。いや、いろいろいますよ。氷使うやつもいますし、うん、金、だから要するにこ鉄とか使うやつもいましたけど、その劣化もなんかね、ここからいろんな種類が出てきて、うん、ただその種類が別に決して強いってわけではないっていうか、まあなんか使い方みたいなことですよね。まあ、結局その人次第というかね。今日みたいな感じじゃない？鬼目の。今日。鬼目の今日も。まあ、だ結局気持ちが。まあ、とにかくまあなんかこう、まあ、すごいいろんな要素入ってるというか、まあ、まあ、いろんな要素入ってますよね。1999年だもんね、うん、
でなんかねこの平行世界みたいなのも出てきますしね、うん、タイム なんていうのこれはタイムリープとはまた違うのタイムリープじゃないか、まあ、タイムスリップですねスリップか、はい、うん、平行世界は全くなんかよく分かりませんでしたけどいやよく分かんないことはないでしょよく分かんないとか、まあ、平行世界に行くわけではなかったですもんね、うん行くわけではないですね平行世界に戻そうとするやつと戦うっていうのがなんかまあ新しいなって感じしましたけどね、うん、このみんなが幸せに暮らしてる世界がなんか違う世界だったっていうねもともととはじゃあちょっと魅力の方お願いします、うん、そうですねまあ今言いましたけど僕はまあこちらですねテンポの良さですねやっぱりなんかね戦いもそんな長引かないんですよなんかもっと苦戦しても良さそうなんですけどね一気に勝てたりするんですよねもうダメだと思ってもまあ、負けるってことはほとんどないですからね、うん、負けることはマジでないですね誰も結構新しいのがうん、ラスボスが出てきていきなり負けるっていう1回目ね逆のパターンをよく見たことあるんですけどボコされるパターンは、うん、とかね、うん、最初のラスボスだと思ってるやつが意外と序盤に登場して勝っちゃうとかね、うん、そのラスボスにまあそういうところがあるんです6人のなんか、まあ、オラシオンセイスっていうのがいるんですけど、うんそいつらより先にボスと戦っちゃうっていうのがね、なんかそうなんですよ、ね、なかなか斬新でしたね、あれは、うんうんでまあ、テンポよくどんどん見れますね、うんうんまあ、僕も見たような感じなんですけどやっぱりね、うん、マガジンなんですけど、うん、やっぱ結構王道ジャンプ漫画だったっていうねそうね、うんまあ、キャラクターとかも込みでねマガジンではあんまないんじゃないかと思うんですけど、まあ、僕が見てた限りですけど、うん僕がマガジンを見てた限りでこういう王道ジャンプ系の漫画ってなかったそれが新しかったのかなこの当時は、うん、なんだかんだでね現実世界の話がマガジンで多いイメージあるんですけど、まあ、ヤンキー漫画ですよね、うん、そうヤンキー漫画とか格闘系とか、うん、あとスポーツものが多いイメージですよねマガジンってそうね、まあ、でもジャンプの方が後からできた漫画だからね、うん、そういう意味では週刊誌の歴史としてはってことね、うんうん、だから多分マガジンにあったんだろうけど、うん、それがジャンプに抽出されてて戻ってきたんだろうけどそうね、うん、確かに何も知らないでこの なんていうの何の雑誌でしょうって言われたら絶対ジャンプって言っちゃいそうな、うんうん、まあそれぐらいこうそうですねだからマガジンの層に対してはいいのかもねだからちょうどあれじゃない、うん、1999年って言ったら、うん、こう一時期マガジンがジャンプの発行部数抜いてで、ジャンプにまた抜かれた時ぐらいなんじゃない抜かれた時ぐらいねだから、うんまあ、ワンピースのちょっと後なんでね始まったのが、うん、まさにそういうぐらいの時代なのかもね確かにそうねだから、うん、だからちょっとなんか勢い弱まってきたからちょっとジャンプ感出そうみたいな感じだったのかねそれが大ヒットしたのかね、うん、でも なんか最初の方その真島博先生のあれで書いてありましたけど、うんまあ、マガジンでこういうのはどうかなって思ったけどその編集の人がやらせてくれたんでみたいなのは書いてありましたけどね、うん、まあね、うん、マガジンっぽくはないですけどまあそこが良かったでしょうね、うん、うん、ほんとまあストレスなく読めますね、まあ、読みやすいですね、はい、ね、まあ、絵もうまいし、うん、見やすい絵だしすごい、うん、そうですね、うん、ゴミゴミしてないですね、そうね基本的には、うん、で35巻もやってんのに、うん、そのやっぱ見方もそんな多くないんですよね確かにまあずっとね、うん、同じメンバーというかまあ基本戦うやつは3人ですよねうんそうねうん、うん、その女子キャラだけちょこ入れ替わりますけど、うん、女子キャラとあと小物たちがねそうね追加されますけど、うん、戦うのはまあ確かに3人ですねうん、うん、それもすごいですよね確かにね、うんはい、はい、というわけで、じゃあレイブ、うん、はい、やっていきましょう。さあそれでは今日の一人歌ご覧ください。どうぞ。春、ここより西へ行け。そこにあるんですか。うん、そこにそなたが求めているレイブがあるはずじゃ。いや、そこクラブじゃない。どうもありがとうございました。